えー、今日発売のですね、週刊誌の報道によるとですね、悠仁さが筑波大付属に合格されたということがそろそろ公表されるんじゃないかっていう、えー、予測が出ております。で、僕これ前から申し上げているように、悠仁様が筑波大付属高校に行かれることはこれは素晴らしいことだと思いますし。 それから、まあちょっと気が早いですけども、その後ですね、もし、えー、まあ、推薦みたいな制度を使ってでも、東京大学に進学されるのだったらば、記者様はその、えー、昆虫学とかね、そういうことに非常に興味持たれてるみたいなんで、東大の農学部の、えー、昆虫学教室には本当に素晴らしい先生方がたくさんいらっしゃるんで、とてもいいのかなと思うんですね。で、僕、ね、この問題については一貫して、あの、入試というのはね、 ペーパーテストの点数で決めることが別に平等ではないよということをずっと申し上げているわけですえ。そもそもペーパーテストの点数っていうのは、例えばディスレクシア、色地障害の方、そういう、ね、脳の個性を持っている方にとっては非常に苦手なことなわけですから、えあのペーパーテストの点数で、えー、入試を決めるということだけがえフェアなことではないと。総合的に入試っていうのは判断していいわけですね。で、悠仁さまが、えー、筑波大付属に行かれたり、 あるいはそ,のそこから東京大学に行かれるってことがもしあるとするならば、それは大いに素晴らしいことじゃないんでしょうか。で、その時にですね、あのえー、一般国民は、えーまあ、例えばじゃあ、ペーパーテストの点数でね、あの入試をされてるのに、不公平だみたいな論調があると、えー、そういう週刊誌とか、あるいはネットの記事で書かれてますけど、いや、もともと悠仁さんまで一般国民ではないんですね、将来の天皇陛下になられる方なんですね。 で、そのためにいろいろ大変なことがおありになるわけですね。まず職業選択の自由っていうのもないわけですし、それからご公務とかあって、つまり生き方としてですね、非常にいろいろ制約をお願いしてるわけじゃないですか。そもそも。だからそもそも、あの、なんていうんですか、平等とかそういう話ではないでしょうと。しかもそもそもですね、入試というのは、じゃあ、例えばですね、昔、今の天皇陛下、皇太子様がですね、 オックスフォードに留学されたとき、雅、ね、子さまがオックスフォードに留学されたとき、じゃあ、どのような経緯でその、えー、向こうは受け入れを決めたのかって言ったら、それは日本の将来の天皇陛下が来るっていったら、オックスフォードでもケンブリッジでも、それはどのカレッジでも受け入れますよ、言わなかったそういうもんなんじゃないんですかって、僕は思います、でその時にですに、ね、じゃあ、どういう基準であの選んだのかとかいうことを、すぐおっしゃる方いるんですけども。 そういうもんじゃないんですよ、入試ってのは、そもそも。これは国際的な常識ですね。だから、あのー、ハーバードなんかでも、スタンフォードでも、どこでも、入試というのは個別の判断の積み重ねなんですよ。で、これはじゃあ、将来の天皇陛下、えー、と、久人様のような、本当に特別な方。だって、日本で一人しかいらっしゃらないわけですからね。そういう方に対して、まあ、こういう形で、じゃあ、あのー、 わかりませんあの細かい経緯わかりませんけども、じゃあ、筑波大付属高校に合格されることになったということがあったときに、えー、それを詮索するのは無意味ですよね、だからそういう判断をしたと、で学校というのは、ですね一般に入試の判断については、何の説明責任もないんです、これは国際的な常識です、あの総合的に判断してるわけですから、じゃあ、例えばハーバードにですねある方が受かったとして、じゃあ、それはどういう経緯で受かったんですかって、それは、アドミッションオフィスの、あのえー、 ディスクリーションとていうやつですね。あの、熟慮のもとにそういう判断をしたという以上のことは出てこないです。これ、あの、人生ってそういうもんだんじゃないんですか皆さんがなんかいろんなあの、判断をされるとき、選択をされるときに、それってなんかの評価式に当てはめてやってらっしゃるんですか違いますよね。だからそもそも日本のこのペーパーテストの点数で、ね、判断してれば平等だっていうのは嘘なんですよ。 でその嘘をみんな信じてるんだけど、実際にはそんなの平等でもなんでもないんですね。先ほど申し上げたように、ペーパーテストが苦手なタイプの脳の個性の方もいらっしゃるわけですから、そういう方だってでも学ぶ権利はあるわけだから、だから、常に総合的な判断しかないんですよ、入試というのは。僕は、被仁さまが、まあ、まだ報道が正式には出て、発表が正式には出てないんですけども、 もしですよ、あの、筑波大附属高校に行かれて、まあ、私の親友、竹内薫も学んだ素晴らしい学校です。国立の付属高校で、えー、大変素晴らしい、あの、しかも今の行かれてるお茶の水附属中学から近いんでね、えー、いろんな意味で、あの、トランジションとしてはいいと思うんですけど、えー、行かれたら素晴らしいことだと思いますし、そこから先に、えー、でも、筑波大附属からですね、今の推薦制度の下で、東京大学に行かれようとすると、 それなりにやっぱりかなり成績が良くないと、あの東大の推薦入試っていうのは、なかなか難しいとも聞いてますが、えー、それで行かれたら、まあ、それはそれで素晴らしいし、一般入試で行かれたら、それはそれで素晴らしいですけど、僕はもう、あの特別に入試していいと思いますよ、悠仁さまの場合は。将来の天皇陛下ですよ、もうしつこいようですけど、いろいろなご苦労をおかけするわけなんですよ。その悠仁さまが、東京大学入って、なんか文句言う人っているんですか 僕は言わないですもともと入試ってのはそういうもんなんでもし日本の人がですね、えーえー、入試っていうのはそういうもんじゃなくてペーパーテストの点数だけで決めるのが公正なんですと思ってるとするならば全く間違ってますねそういうもんではないです国際的に見てそういうもんではないです。そそここのの中にに隠れている不平等にこそ我々は気づくべきなななんんじゃででしょうかあのー、やっぱりねうんみんなで どうしたらいろんな人が一番いい形で人生を歩めていけるのかってことを考えるべきなんじゃないんですか。でそこで時々矛盾だとかあのいろいろなんていうかな圧力っていうか議論とかあるかもしれないけども悠仁さま将来の天皇陛下があの筑波大附属高校東大に行くってことについてあの疑義をもしそれをご本人が。 そしてご両親がですね、えー、秋篠宮様ま、き様が望まれるのであるならば、どうぞよろしくお願いしますというのが僕は普通の感覚だと思います。はい。えー、何か、えー、私は間違ったことを言っているのでしょうか。ということで、悠仁さま、もちろんこの動画を見ることはないと思うんですが、全面的に応援していますので、ぜひご自身のお好きなですね勉学を極めて書いてください。私は、えー、日本の えー、国民の一人としてですね全面的に斉藤様のそういう、えー、これからの人生の様々なさまざまなチャレンジを、えー、お見守りし、えー、応援させていただきたいと思います。以上久里様のですね、えー、筑波大附属高校そして東京大学への進学のことについてお話しさせていただきました。